そうしましたら、この反対側、重りの反対側でグリップをします。そしてここで連続素振りといって、行ったり来たり、行ったり来たりの素振りをします。このように、ポイントは背中にポンと当たったのを合図に反対側に振り出していきます。同じリズムとテンポを心がけて振っていくといいと思います。そして、例えば自宅でやるときも練習場でやるときも、この重りがどのような軌跡を通っていくかなんていうところも意識しながらできると、さらにスイングの精度、素振りの精度が良くなります。例えばこのようにやってるときにですね、こんな風にですね、行きも帰りも変な、バッテンになってしまったりするのではなく、いつも同じ道を通って、同じリズム、同じ軌道で、触れるといいと思います。